皆さんこんにちは、シンガポール人の J です。今日はリバーサファリに来ております。早速行きましょう。 Let's go。今パンダフォレストの行列に入ってます。結構長く見えそうですが、進みがまあまあ早いです。ここで待ちながら流れてるパンダの説明動画も見えますね。パンダは主に竹類と笹類を食べているんですが、1日の食量はなんと20キロ以上にも及ぶそうです。一人ランチのサラリーマンのような。そしてパンダのエリアから出るとお土産屋さんです。ママパンダキッチンでパンダマンを売ってるみたいんで行ってみたいと思います。パンダマンです。はい、それではいただきます。ふわふわですね。で、中身はチョコカスタードがあります。あ、まさか最後にチョコカスタード、結構ありますね。で、ダークチョコなんでちょっといい香りしてます。うん、はい、最後の一口です。ここ家族に大人気ですね。では行きましょう。ここまで来るとリバーサファリだとめっちゃ感じますね。この動画面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。